今回は47都道府県そして世界各地から100人が集まりました。生まれ変わったサスケ、ついにファーストステージが始まります。茨城県代表、納豆の聖地から登場。さあ納豆の福本、ドームステップスをした。富山地方鉄道からやってまいりました、ボーリング丸太、富山のトップや。神奈川県代表、サスケオーディション懸垂最多記録を出しました、この又地亮、二十歳です。さあどうでしょう、二十歳です。さあどうでしょう。厳しいですよ、はい、新しいサスケ。埼玉県代表はこの男で大丈夫か、ハングライダー男、たこ焼き販売員、原島正美47歳。埼玉県代表ハングライダー男、原島ビジシャクシーだ。アフリカ大陸、ブルキナフォソアメリカ代表、リーバイ・ミューエンバーグ23歳さあ、リーバイ・ミューエンバーグは行く。リーバイ・ミューエンバーグは軽々佐藤潤がクリアしているファーストステージ、これも両手で掴んだ掴んだ。リーバイが赤いボタンを押した。最速タイムをマークしたリーバイ・ミューエンバーグ。台湾代表、リーエンチ35歳。さあ最速タイムを弾き出すのか。サークルスライダー、ここは軽やか華麗に行きます。台湾の英雄は何秒残してクリアしたのか。台湾の誇りを胸にリーエンチ、アメリカ代表ブライアン・オロスコ、サスケオールスターズここにあり。ファーストステージをクリアした、クリアした。山本慎吾がファーストステージをクリア。このリニューアルされたファーストステージをどう見ているんでしょうか。長野誠の旅がこれから始まります。100番のナンバーを取り戻すために、完全制覇のために、長野誠スタート。合格というこの99番のそのナンバーをつけた長野がいった、これが長野だ。そして長野、問題のサークルスライダー、ふーっと息を吐いた。30秒の時間を、長野ダメだ。30秒の時間を、長野ダメだ。長野が2大会連続で消えるという。すいません。東京都代表、史上3人目の完全制覇者、靴の営業マン、漆原裕二31歳。サークルスライダーは初めての挑戦。さあ漆原、緑山の空に漆原、ファーストステージをクリアしました。これが史上3人目の完全制覇者の力。日本全国47都道府県と世界の各大陸代表が集ったファーストステージ、長野が消えた今、完全にサスケの勢力図は塗り替えられました。新たな覇権を争うべく、セカンドステージの幕がいよいよ上がります。Yeah, I'm looking forward to it. It looks, looks like they've made a few changes, so I'm excited to try them out. まあ自信あるんで、まあいけるんじゃないかと思いますね。埼玉県代表、運送業、前回大会ファイナリスト、高橋健二33歳。さあ、コング高橋のセカンドステージ2010年。そしてパワー系の種目、ダブルサーモンラダー。ここは小刻みな、その動きを見せます。上半身のこの筋骨隆々とした肉体、スピード、バランス、全てが試される。コング高橋、
きました。メタルスピン50キロ第3ゴールも超えてセカンドステージ先陣切って突破、コング高橋、夜空に雄たけびよ。アメリカナンバーワンの実力者、プロフリーランニング選手、リーバイ・ニューエンバーグ23歳。最速タイムのリーバイがセカンドステージの最速タイムも狙います。リーバイ、リーバイ、リーバイ・ミューエンバーグ、アメリカ代表、史上最強のアメリカの男がなんとこのセカンドステージで水の中に落ちるということになりました。 Yeah, I was surprised. I mean, I didn't know that I thought it was built in such a way that it didn't, but whatever. I mean, it happens. It's just the. 台湾代表35歳のリー・エンチ。メタルスピンでは過去2回失敗している。悪夢が蘇るかどうか。これはこれは超えていく。10秒だ。ここはくぐり抜けるようにして行き出したリー・エンチ。4人目のファイナリスト。ラスト、ラスト5秒です。ブライアン・オラスト、アメリカ大陸代表の男、どうか、クリア。出場でなんと16、武田落ちた。まさか武田までもが慎重に飛び移る。山本は、マジか、サスケオールスターズ全滅。残念です。なんだろうね、ほんとね。自信は大丈夫です。史上3人目の完全制覇者、漆原裕治31歳、100番のゼッケンをつけて登場。頑張って。さあ、仲間の4人はすでにセカンドを突破してクリアしている。漆原はどうか、少し背中を打ちました。163cm、53kg、31歳の漆原裕治、ダブルサーモンラダー、一度大きく反動をつける。迷いがない。どうなる、どうなる、漆原、漆原着水してしまった。まさかここで漆原が2010年元日、サスケの頂を見た新世代のリーダー漆原が消えた。何これ、うん、初めて聞いた。これも猿じゃなきゃいけないんじゃないですかこれね。サスケは新しく生まれ変わりました。そのシンボルは完全にリニューアルされたこのサードステージです。埼玉県代表運送業、前回大会のファイナリスト、高橋健二33歳。ルーレットシリンダー、腕力で円柱を回転させていきます。何これ、あれ結構使うぞ腕力。ルーレットシリンダーをクリア、そして一気に行く、ドアノブグラスパーに行きました。ドアノブが少しブレながら、そこをコング高橋行きました。落ち着いて、頑張れと声が飛んでいる。5つ目の板、ここは慎重にいっている、慎重にいった、慎重にいった、そして
足を下ろしました。コング成功。フローティングボードを越えました。さあコングのアルティメットクリフハンガー始まります。まず傾斜があります。24度上がっていく。そして今度は左に2メートル上がります。上に上がったコング高橋、コング高橋、コング高橋、コングが沼に吸い込まれていきました。スタートした。究極のクリフハンガーをした。さあ上のバーまでは45センチあります。届かない。うわ高いわ。アメリカ代表が、あーっと滑った。ブライアン・ロスコ、すでに4人が消えています。最後のチャレンジャーとなりました。台湾の英雄がスタートラインに立ちます。プロロッククライマー、この人も前回大会のファイナリスト、リー・エンチ35歳。頑張ります。台湾代表1枚目2枚目そして3枚目、ここは軽やか早く行った。4枚目に行ったリーエンチ、この辺りは見事。リーエンチこっからだね。2010春新しくなったアルティメットクリフハンガーにリーエンチが挑む。スタートした。こらえている。登っていく。台湾の英雄が登っていく。届かない。きついな、きつい。サードステージ全滅です。人类极限总是要被探讨了，那这一次有这么困难的，我希望我们大家的信心都不要被打败。その難関はやはりアルティメットクリフハンガーでした。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。